相手にしない方がいいんじゃないですか。放送に耐えられる対象じゃないっすよ。そこが面白いんじゃん。下町で暮らす優しくてまっすぐすぎるこの男、三上。実は人生の大半を刑務所で過ごした元殺人犯だった。今度ばっかりは固いぞ。素晴らしき世界。